今週のゲストは先週に引き続きサッカー解説者の小倉隆文さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え前回のですねあのー、続きなんですけれども。はい はい、あの今回はあの英語の失敗談お互いちょっと <laughs>、えー、さらけ出そうというので始まりたいと思いますが、はい <laughs> えー、小倉さんの失敗談はいやもう失敗談はありすぎてですね <laughs> 何を話せばいいかわからないんですが <laughs>、ええ、でも一番やはり緊張するのが、まあ、どこでもそうなんですけども、うん、やっぱりあの警察の方に止められると<ー>ドキッとするす、ね、じゃないですか。ええ、でオランダで車を運転した時に 警察にすごい勢いで止められて、ずっと、で、叫ばれて、何を言ってるか全然わからなかったです、オランダ語です。最初、オランダ語で言ったんですけど、途中であれ、英語言ってるのかなって言ったんですけど、何を言われてるのか、ニックっちゃって、どうやら何かって言ったら、霧の時にホグランプ、あれ、眩しいじゃないですか。 あれをずっとつけっぱなしになってミストもんだとだかって言ってそれダメなんですね向こうはずっと言われてずっと通じなくて「なん」ってうですね。分かんないんだ」みたいなすとません。すいません」ありますけどねじゃあ私も警察団でですね失敗団んでは失敗なんですけど ニュージーランドでね初めて行った時に車を運転してたんですよそしたらあのニュージーランドで街の中は少しスピードを緩めなきゃいけないんですね、はい、す高速道路が街の中を突き入ってるんですよへえ<ー>高速は100キロなんですね、はい、それも対面交通で高速なんですいやかだから200キロ以上で向こうに近づいてくるんですね,ですね、はい、普通の日本でいうと国道みたいなところみんな100キロ走るんですよ、はい、でそれが街の中はそれが70キロにしなきゃいけないんです、はい、それをてたんですねそ、はい、したらね そのシューンって言ったら後ろから覆面パトカーがヒューンって来まして「で降りろ」って「降りろ」って何を言ってんだって「さっきお前町があっただろう」って言ったらねあの郵便ポストが1個立ってるだけなんですよ。<laughs> <laughs> それが町だとさっきの交差点お前あそこ70キロだぞって「え街町なかったけど」って「あったよあそこに」っったら「ポスト見えない」って「えっあれ町」って。<laughs> <laughs> <laughs> それだけなんで「すすよ <laughs> 本当ですかそれで待ち」って言われて「はい、いやお前スピード違反だ」って言われてですねでまあそこで急遽ですね言ってることはなかったしその時はもう英語喋れてれたんですけど喋れないふりをして国際免許見せたら「<laughs> もうに日本ジャパンゴーホームスーンスン」とか言って。<laughs> トゥデイとか言ってね、そしたら、行け、もういい、分かったかと、ドライブセーフとか言われて、うん、サンキュー、サンキューとか言って、ですねそういった経験も素晴らしいですね、わざとね、下手な英語者だっできると、そっちの方もね、分からないふりして、はぁーみたいな顔して、そしら、もういいよ、行ってって、空港行って帰れって言って、で、まだその後一1週間ぐらいいたんですけど、まさかあれが街だとはね、というようなことがありましたね。いは